私はリョウとサラサの感謝してほしいなんて。ああ、でも僕もそこはすごくグサッてきましたね。あ、もうそれを言われる前にサラサにキスをして、でもそのキスからも何にも反応が返ってこなくて、でその言葉を言われ、ああもう本当に無理なんだなっていう思ったし、なんかその言葉すげえ残酷だなっていうのを実際、なんだろう、あの近さで、あの目と、うん、あの表情で言われた時に、ああもう無理なんだなっていう、うん、落胆しました。悲しかったです。まあでも自分も悪いことしているのでしょうがないですか。じゃあ広瀬さん、それ今言われた身として。私だって辛かったですよね。そりゃそうだよね。ちょっとみんなやっぱり流星くんのこと嫌いになりかけたという話はいただきました。あら、 あら、そう言われてます、横浜流星さん。あ、でも嬉しいですね。はい、でもまあ僕ではないので嫌いにはならないでほしいですね。すいません、はい、違う、本当それ、はい、くらい素晴らしいくらいりょうくんを見れたっていう反応もあって、すずちゃんも言ってましたけど、僕も本当に周りの方らの連絡が多くて、で感想を聞くとみんな全然違う感想が返ってきて、本当にそれが答えというか、皆さんこの作品を見てどう感じるのか、どう受け取るのかっていうのは皆さん次第だし、その感性みたいなもの、受け取ったものを大事にしてほしいなっていうのをなんか強く思いました。本当にまだまだ公開は続くので、たくさんの方にもっともっとこの作品が届いてほしいなと祈ってます。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。目線上の人手を挙げちゃってください。はい、じゃあ内側入ります。はい、良いですか。